お久しぶりです。もう半年以上動画をアップしてないって知ってるよ。みんなにたくさん文句言われてきたし、本当にごめんなさい。でもちゃんとした言い訳はあります。パソコンが実は半年以上壊れていて、でまずパソコンがないと動画を作れないし、アップすることもできないから本当にごめんなさい。アップルストアまで行くのめんどくさいし、行ったとしても多分直せらんないから、もしこの動画を見てるんだったら、まあ、新しいパソコンを買ったか、今のパソコンなんか奇跡で直ったか、どっちかだよね。実はこの部屋を見つける前に結構いろんな問題があって、芸能人はダメとか、あと未成年はダメとか、あと外国人はダメとか、そういう問題結構あってね。最初のとこはなんだっけ、もう芸能人はダメって言われて、その給料がバラバラなのは好きじゃないとか、よくわかんないけどそんな風に説明されて、で2番目のとこも未成年はちょっと厳しい、あと芸能人も嫌ですって言われて、そして3番目のとこ、もう本当に 100% 決まりだと思って、一番最後にそのビルのオーナーが外国人が好きじゃない、外国人はダメって言われて、なんでなんでって聞いたら、前そのビルに住んでた外国人がなんか引っ越す前に部屋をめちゃくちゃにしたらしい、よくわかんないけど、あと夜に騒いだりとか、なんかいろんなくだらない理由をつけてまあそれは申し訳ないけど、ぶだしじゃないし、やったの、まあ、外国人ちょっと怖いイメージがあるって知ってるし、私もたまに怖いとこあるけどどんどん落ち込んできた。そのオーナーの人に合わせて自分はどんな人なのかをちゃんとその人に見せるから、そしたらいけるんじゃないかと思ったけど、いやそれはちょっと無理ですよって言われて、部屋を借りる人と合わない、無理、諦めて、分かった、そんなに外国人嫌いだったらここに住みたくねえしと思って、2週間ぐらいずっと探して探して探していいとこ見つからなくて、そして一番最後にもう本当にここしかなかったんですよ、今住んでる家。まあ部屋自体すごい好きだし、ちょっと高めだけど、もう本当にここにするしかない、カーペットだけど、できるだけフローリングがいいって私が言ったの、汚れやすいイメージがあるから。あの家探してくれた人がちょっと待ってって言って外になんか電話してきた。そしたらなんかオーナーがフローリングにする予定あったけどって言われて、ええ、じゃあここカーペットじゃなくてフローリングになるってことですか。もうなんかとにかくいろいろ大変だったから、みんなに見せたいこの部屋を。
の部屋を見てくれて本当にありがとうございました。そしてこれからもっと動画を作るように頑張りますけど、約束はしないよ。今回は絶対守れない約束だと思うから、でも頑張ります。